食前の祈りルーブル美術館、ジャンシメオンシャルダンは、ロココ時代のフランスの画家。1699年、パリで家具職人の父親のもとに生まれた。1718年から歴史画を得意としていたカーズの工房に入って、画業を開始。1720年には、ノエル・ニコラ・コアペルにも短期間支持し、その間に生物画を描く助手を務めたことがあるらしい。 1728年に赤絵で認められて、王立絵画彫刻アカデミーの正会員となったが、その後も、成形を立てるため、フォンテーヌブロー宮殿の修復作業などに参加している。1730年頃から、生物画の作品が増え、台所の食器類や食材などを題材とする、作品が制作されている。1731年からはサロンドパリに出品を、開始。 この年にマルグリト・サンタールと結婚11月には息子ジャンピエールが洗礼を受けている1733年頃からは風俗画の作品が増え始めその大半が食卓の情景やカード遊びに興じる子供などセーヌ・サガンの日常生活を主題とする1735年妻が死去1740年に ベルサイユ宮殿へ参大して献上した、働き者の母と、食前の祈りは、シャルダンの作品としては特に知られている。1744年にフランソワ・マルグリット・プジェと再婚。1752年以降、国王の年金を受けており、また1755年からは、アカデミーの会計官を務めた他サロンの陳列委員も任され、1757年に、 ルーブル宮殿にはアトリエ兼住居を授かっている。これは絵画の中で歴史画に最高の価値が置かれていた当時、風俗画家としては異例の名誉で彼の作品の書いや注文主の多くも国内外の王公貴族だった。特にエカチェリーナ2世はサンクトペテルブルクにあるアカデミーの建物のために装飾画を注文しているし、他にも風俗画を含む 数点のシャルダン作品を所有していた。晩年は、息子の歴史と不遇が続き、1779年に死去した。作品総数は201点。ロココ美術前世の18世紀フランスを生きた画家であるが、その作風は完備で強力的なロココ様式とは一線を隠し、穏やかな画風で、中産階級のつましい生活や生物画を描き続けた。 ロココ芸術には批判的だったディドロでさえ1769年のサロン表でシャルダンは歴史画家ではないが意外な画家であると記している。シャルダンの作品は日常的、現実的な題材や間に迫った写実表現などに17世紀オランダ絵画の影響が顕著に見られ活躍中からフランドル絵画に例えられていた。また彼の画面構成や 陰影描写はしばしば後の印象派の先駆とも形容される。晩年に描かれたいくつかの自画像には画家の実直な風貌がよく表されている。ありがとうございます。